コメント読みのコーナー。パチパチパチ。シエルさんは太った時どうしますか？よかったらコメントコーナーに出してください。だって、太った時もありのままを受け入れて、私は私らしく生きていくかな。いや、知ってるぞ。え、最近ジム通い始めたの。いや、全然自分の太った姿認めてないじゃん。痩せようとしてんじゃん。いやいやいや、痩せたい。皆さんどうもシエルです。じゃあ皆さんどうもシエルシエルソルトです。じゃあ、今シエルって言おうとした。乗り移んなよ、勝手に怖いな。なんだよ、アイスいっぱい買ったね。早く帰んないと溶けちゃう。あ、買った買った、かつお節風味のアイスな。かつお節風味のアイスとかあったかな。そう、スーパーかつお節ップっていうのがあるんだ。そうなんだ。かつお節かー、まずそうだな、そのアイス。あ、なになになに、おいしいんだ。お、なんだなんだなんだ、なんか猫、なんか慌ててんな。ちょっと様子見に行くか。大丈夫かな。なに、どうしたんだろう。わかんない、珍しいな、ここ平和なのにな。どうしたの？めちゃくちゃ怯えてんな。あ、あ、そうなんだ。なんかすげえ怖がってるぞ。怖がってる、ビビってるね。なんか逃げてきた感じしない？連れて帰るか？かわいそうだしな。連れて帰ろう、かわいそう。なんか犬とかに追いかけられてたんじゃない？あ、そうか、うん、ほら、結構犬いないけどな。いないけどね。じゃあ連れて帰ろう。連れて帰ろう。よし、おいで。どうしたんだろう、ソルト、聞いてみてよ、わかるでしょ。ああ、わかるよ。で、何があったの？近いって、近いね。かわいい猫だよ。確かにかわいい猫だけど、近いよ。いよね、ちょっと離れなさい。え、何？怖がってるわ。ごめん。怖がってるじゃん、今大変なんだから。いや、まだわかんないじゃん、大変かどうか、ね、怖いものから逃げてきたのに、また怖い顔面が近寄ってきて怖いよ。で、何があった？何があったの？うん、この猫は、ある夫婦とその赤ちゃんと幸せに暮らしてたんだよ。でも、夫婦が旅行に行くって言って、親戚のおばさんがベビーシッターに来たんだよ。なんかそれが厄介だったみたいだぞ。はい、来たわよ、親戚のおばちゃんです。あら、かわいいわね。この子を預かればいいの？喋んないのね、あんたたち。早く行きなさい、邪魔だから。私が面倒見ててあげるから。早く行きなさいって、面倒見てるから早く行きなさいよ。全然行かないわね。かわいいわね、赤ん坊は。私もこんな時あったわ、75年前ぐらいかしらね。かわいくないわね、鳴き声が。かわいい、鳴き声がかわいくない。そんなことより、猫がいんのよね。私、猫嫌いなのよね。なんでこんな醜いのかしら、この猫は。あー、もうほんとやだ、ほんとやだわ。そうだ、お友達連れてきてあげるわ。待ってなさい。はい、連れてきたわよ、私のかわいい犬って名前のゴリラ。あら、かわいいわね。ほら、来なさい、こっちよ。早く来なさいって。私、犬って名前のゴリラ飼ってんの。このゴリラちゃん、猫が大嫌いだね。もう握力2トンあるんでね、ぺちゃんこになっちゃうかも知らないわね。あら、犬ちゃん、あんた怪我してるじゃない。そんな胸叩いて怪我してるわよ。やけどしてるじゃない。なんでやけどしちゃう、このうすぎたない猫。何言ってるか分かってる？うすぎたない猫って言ったの。うすぎたない猫、早く、これもう保健所に連絡させていただきますわよ。保健所に連絡するわよ、早く。もう行きなさい、早く。この犬ちゃんも一緒にね、追っかけるんだからね、待ちなさい。これほんと、どうしようもないわね、あの猫。っていうことがあったらしいよ。すひどいおばさんだね。ゴリラ、ゴリラ？犬って名前のゴリラ飼ってたらしい。犬っていう名前のゴリラ飼ってて、それを盾に追いかけられたんだ。かわいそう。ねえ、かわいそうだよな。いいんだぞ、もうここにずっといていいよ、俺が一緒
いやいや、でも飼い猫だからさ、夫婦が戻ってきたらさ、そのおばちゃんだけの時はいいけど、夫婦戻ってきたらね。でもそれまで一緒にいようか。出てっちゃうの？こんな可愛いのに。可愛いかろうがなんだろうが飼い猫だから、それまで保護しとこ。でもちゃんと戻ってきたら帰れるようにしよう。うん、まあいいけど寂しいね。まあまあそれまで楽しく過ごしなよ。なんか気に入ったみたいだしね。気に入ったなんて、その別にまだ好きになったとかそういう感じじゃ別にないし。じゃあ私今日この子と一緒に寝ようかな。いや俺と一緒に寝よう。おかかアイス食べる？おかか味のアイス。猫にそんなのあげちゃダメでしょ。カツオ節味だったわ、さっき。カツオ節でいいんだよ、そしたら。え、なに？カツオ節あげたらいいじゃん。あ、何言ってんの。カツオ節を冷凍させて、カンナで吸ったやつをあげるんだよ。猫業界では、これをカツオ節風味のアイスクリームって言ってんの。そういうことか、ただのカツオ節じゃん。もうテレビも見飽きたな。何しようかな。楽しかったね。早く入んな、早く入んな。うわー、どこ行ってたの？え、あー、あのね、この子と散歩行ってたんだよ。そういえばこの子名前なんて言うんだ？シュガーちゃんだって。シュガーちゃんっていうの、かわいい。ぴったりだろ、俺がソルトでこの子がシュガー。シュガーが英語で砂糖で、ソルトが英語で塩だから。シュガー&ソルト。ちょうどいいね。塩と砂糖でちょうどいいだろ。ちょうどいい塩梅だね。そう、塩梅ね。塩梅って塩と梅って書くんだけどな。仲良くなってるみたいでよかった。うん、もう超仲良しだよね、シュガーちゃん。あ、チュだって。チュ、可愛くてごめん。いやいや、うるさいわ。いやー、星が綺麗ですね、今日は。ねえ、星が綺麗だね。え、本当に助けてくれてありがとうって。いいんだよそんなの。なんかそんな言われたらちょっと照れちゃうじゃん。え、いいのいいの、そんな。もう何、まあ、猫としてもう普通のことをやったまでだ。そんなスリスリしないでって。そんなスリスリしたらちょっと、あ、噛まない。甘噛みやめて。甘噛みはちょっと痛い痛い痛い。甘噛みはまだちょっと、するなら噛むなよ。まあまあまあ、でも今日は月が綺麗ですね。意味わかんねえか。ソルト、シュガー、ご飯だよ。あれ、ソルト、シュガー、ソルト、シュガー、いないじゃん。なんでいない。おー、ねえ、楽しいね。なんだよ。何、二人っきりでそんなところで。めちゃくちゃ仲いいじゃん。何喋ってたの。いや、今後の話をしてただけ。今後の話ってなんだよ。これからの話をして。これから、そっか、どうするかか。あ、そうそうそう、シュガーちゃんがさ、帰りたくないってなっちゃうかもしんないじゃん。うん、でも今んとこなってないんだよね。そうそう、でも俺とは離れたくないってなっちゃうかもしんないじゃん。でも今んとこはなってないんだよね。もうなりそうだから、邪魔しないで。仲いいな、仲いいよ。邪魔しないでって。わかったよ。じゃあ邪魔しないからどうぞ。でね、かつお節のあれ食べる？かつお節の話まだしてるんかい。そしてまだ食べてないんかい。おい、待てて。おい、シュガーちゃん、シュガーちゃん。何、どうしたの。え、出てちゃった。え、何何、危ない。何、どうしたの。やっちゃったな。やっちゃったな。やっちゃったな。何をやっちゃったの。いやさ、なんか俺がさ、いろんなメス猫と仲良くしてるとかいうのをどっかで聞いてきたらしいんだよ、シュガーちゃん。あ、そういう噂を。そう、そんなことないのにさ。いろんなメス猫とは仲良くないじゃん、別に。11匹ぐらい。いや、そんなんどうでもいい。それで、出てっちゃったんだよ、怒って。怒っちゃったんだ。なんか自分にすごくよくして、ソルトが自分のことを気に入ってくれてるって多分シュガーは思ってたのに、街で聞いちゃったんだ、他の猫から。多分ね、やっちゃったなー。それは怒っちゃうよ。え、焼きもち焼いてる。焼きもち焼いてるのか、もしくは、なんかこの嘘つき野郎みたいな。いや、
や、嘘は一個もついてないからな、別に。でも怒らせちゃったよな。そうだね、怒らせちゃったね。ちょっと心配だからさ、おばさんとかうろついてるかもしんない。探しに行こう。あ、そうだね、探しに行くか。探しに行こう。シュガーちゃん、戻っておいで。あ、匂い嗅いでんのか。全然わかんないわ、猫の匂い。なんでだよ、猫じゃないな、もしかして。いや、猫じゃねえって。これそう、猫じゃねえな。宇宙人か。そう、宇宙人。なんで猫と仲良くなってんだろうな。本当だよ。やべえ。はぁ、やべえよ。いた？いた？街中探したけどいねえ。いや、こっちもいないよ。そんなに怒られちゃったかな。怒ったんでしょ、そのくらい。10匹のメス猫と喋ってるだけなのに、そんなに怒ることかな。もう怒るって、そりゃ。あぁ、乙女心がわかんないんだね。わかんねえよ、乙女心なんて。一生わかんねえ。で、家戻ってんじゃない。いや、でも戻らないかな。ちょっと様子見てみよう。でもいないね、家の中には。あっ、うん、うん、あっ、うわ、シュガーちゃん。シュガー、おい、シュガー、ちょっと、どうしたんだよ、こんなところで。なんで檻の中に閉じ込められてんの。うん、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 もうニャって言わない。まだ言いそう。うん、うん、いやー、マジかよ。何？何？おばちゃんに見つかって、うわ、二度と逃がさないって外の檻に入れられてるらしい。うわ、ひどいね。しかも、あれから餌を一回ももらってない、うん。何も食べてないの、シュガー。かわいそすぎる。ソルト、ほら、帰ろうって。あ、帰ろう。でもな、これじゃ無理だな。どうすればいいんだ、これ。ここがしてみて。なに？うん、うん、うん、いや、そんな怒るなよ。今そんな怒ってる場合じゃないって。まだ怒ってる。この状態になってもなお怒ってるんだ。相当ムカついたんだと思うよ、ソルトに。結構怒ってるわ。今日は一旦帰る。いや、威嚇してるわ。でも今日は一旦帰るわ。うわー、ちょっと落ち着くといいね。でも何も食べてないの心配だし。そうだな。いや、もう帰るか。しょうがない。しょうがないよ、落ち着くといいね。ねえ、なんか助け呼んでる。急い。何？助け呼んでる。どうしたの？うん、あ、何？なんか入ってった。今、デッキーヘビが入ってった。え、おい。よし、シュガーちゃんとこ行こう。よし、行こう。シュガー、シュガー。おい、シュガー、シュガーちゃん。うん、うん、赤ん坊が大変なんだな。このままだと大変だって言ってるわ。うん、ヘビに食べられちゃうって。うん、食べられちゃうかもしれないって。あ、やばいやばい。どうしよう。でも檻が。ちょっと待ってろ。ちょっと待ってろ。俺が本気を出したらな。うん、こんなの、うん、これで。あ、今そこ開けてやるからな。そっから入る。行こう、助けよう。待て、よし、俺も行かないと。わぁ、ヘビだ。どうする、ヘビ。うわ、大きい。なんかでかくなってないか。ソルト、私無理。ヘビ無理。赤ちゃんが。よし、俺がどうにかするか。でかい、任せろ。俺に。あー、ソルト、赤ちゃん食べようとしてない？ねえ、大丈夫だ、任せろ、俺に。シュガーが赤ちゃん守ってる。うん、素手で戦うからよく見とけ。うん、素手じゃないそれ。うわ、いや、ネザーライトの剣使ったやん。どこにあったんそれ。あぶねー。よかった。かっこよかったでしょ。かっこよかったね。かっこよかったね、俺。あ、よかったね。いや、よかった。大丈夫か、シュガーちゃん。ちょっと待って、ソルト怪我してるじゃん。俺は、あー、まあな、こんなん全然平気だけど。ちょ、なんか傷薬かなんかちょっとあるか探してくるから。うん、わかった。うん、他人の家の傷薬勝手に探すんだな。うん、しょうがない、しょうがない。しょうがねえのか。あなたたち、見てたわよ、見たわよ、見ました。この猫が赤ん坊を襲ってるの見ました。喋れないからな。にゃー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 、うるさい。だから猫は嫌いなのよ。にゃー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 。うちの犬は喋んないからね。もうこん、もう退治してやるわ、こんな猫。くっそ、俺じゃ説明できねえからな。早くシエル来てくれねえかな。なんかうるさいな。あ、ちょっと何ですか。あなたこそ何を人の家で。あ、この人がおばさんだ。おばさんって失礼じゃない。まだお姉さんよ。なんですか、うちのソルトが何かしました。したわよ。何？あんた、うちの赤ん坊傷つけて。え、とん
ってもございません。なんでそんなこと思うんですか。外から見てたわ。この猫がネザライトの剣でうちの赤ん坊をペイってやってた。違います、違います。え、うちの子は私と一緒にお散歩中にここからこの家に蛇が入るの見たんです。で、覗いたら赤ん坊がいたから、危ないね、危険だねって言って一緒に助けに来たんです。で、蛇を倒したんです、私たち。何よ私が見間違えたとね、もう？うん、そんなに真っ黒なサングラスしてるんだもん、見間違えたんじゃない？これはサングラスじゃないわ。何？目のところだけ隠す3倍だよ。一緒だろ、真っ暗じゃん。とりあえず私たちは助けたんだから、お礼は言われてもそんな怒られる筋合いはないな。ありがとうでしょ、こういう時は。ひどい。なんか言ったらどうですか。ぐにゅぬぬぬぬぬぬぐにゅぬぐぬぬ。どんな悔しがり方だよ。ああ大変。え、うちの犬ちゃんはどこ行ったの。ゴリラの犬ちゃん。ゴリラ大変だわ。いなかったな。探しに行かなきゃ。はあ大変。もう知らない。あんたたちなんか勝手にぐねぐねぐ。変なおばさん。いや、よかった。喋らなかったんだよね、ソルト。我慢したわ。あー、そっか。もうぶち切れそうになったけど、我慢したわ。でもよかった、赤ちゃんも守れたし、おばちゃんもなんかちょっとどっか行ったし、まあ帰ってくるのかもしんないけど、早く夫婦が戻るといいね。そうだな、戻ってくるといいな。うん、シュガーちゃん置いてきてよかったの。あー、なんかもう帰ってくるんだってさ、あの夫婦。夫婦が、あ、うんうん、よかったね、よかったよかった。寂しいね。いやもうさ、寂しいんだよ。あれから1週間経つけどさ、うん、普通さ、うん、なんかちょっと様子見に来たり会いに来たりしないかな。一応嫉妬してたわけでしょ、俺が女の子とさ喋ってたことに対して。まあ夫婦戻ってきて幸せなんじゃない。いやでもさ、来てもよくない。いやちょっとさ、うん、いても立ってもいらんないから、うん、様子見てくるわ。あー、ちょっとソルト、いや、いても立ってもいらないってこういうことだったんだね。いても立ってもいらないわ。あー、いってらっしゃい。え、気になるな、ちょっとついててみようかな。おー、シュガーちゃん、シュガーちゃん、こっち、ちょっとさ、いや、なんでさ、なんか、ちょっと遊びに来てくれてもいいじゃん、心配だったよ。みゃー、まあ夫婦が帰ってきてね、幸せに暮らしてるんでしょ。いやさ、いなくなって気づいたんだよ、俺、シュガーちゃんのことが好きなんだ。だからさ、俺と付き合ってください。みゃ、みゃみゃ、この間ネズミ子と仲良くしてたの見たって。そんな、振られてるじゃん。え、ソルト振られてるの。なんだよ、見てんなよ。いや別にいいし、次チョコレートちゃんのところ行ってくるから。チョコレートちゃんで名前ばっかり。チャンネル登録といいねボタン、コメントで今日の動画の感想を教えてね。またね。